はい、こんにちは。セブンスアニバーサリー限定チャレンジじゃねえな、限界チャレンジですね。手持ちのツムを全部紹介するまで終わりませんをやっていきます。ダンテリメンバーミーということで、リメンバーミー、お別れだけどリメンバーミーくらいしか知らないんですけど、まあダンテさんですね。もうダンテって言ったらね、もう僕としては何だったっけな、ダンテってな、あの刺繍ですね、何時一切の望みを捨てようの方のダンテしか浮かばないんですけどね。僕バイオハザードの影響を受けすぎっていうね、バイオハザードのあれですよ、あの何だっけ、リベレーションで出てきた、まあ、詩を書いてる人。はあ、斜めに粒を消す。あれ、オラフの粒の逆バージョンですね。オラフって、こう、左斜め上から出てくるじゃないですか。右下斜めから、こう、消していくっていう感じの粒でしたね。へえ、逆パッティーンのやつか。斜めで粒を消すっていうスキルを持ってるのも、なかなかいないですからね。ただ、この色になるのはなんかちょっと、ちょちょるー。なんか、アメリカの着色料、ベッタベタのチョコか、もしくは、アメちゃんとかでありそうな色ですよね。あの日本ではなかなか見ない感じの色だと思うんですけど、ほいほい、じゃあもう一回見せましょう。ねえ、これペロペロキャンディーとかの色してますよね。鼻が緑なのが味噌です。違うと思うけど、はい、まあ、ダンテはこんな感じですね。ダンテか、何なんだろうね。なんかこうサブキャラのなんか飼ってるペットとして出てくるとかですかね。か意外と重要なキャラだったりするのか、こういうの。もうなんか見てない作品多すぎるな。今回見てない作品、ちょっと見る機会作っていこうかな。ちょっと嫁さんとね、プライムビデオで映画見ようと思って、なんかディズニーっていうので調べてみたら、いくつか作品見れるかなと思ったら、意外とプライムビデオで検索しても出てこなかったもんですね。うん。で、見つけたのが美女と野獣、かっこドイツっていうね、ドイツかいってね、エマ・ワトソンじゃなかったっていうね、ドイツバージョンの、リメンバーミーが見れたりとかするみたいなんですけどね。はーい。リメンバー、何言ってた？ドイツバージョンの美女と野獣が見れたりするっていうらしいですね。はーい。ということで、リメンバーミーは、違う、ダンテは着色料たっぷりのペロペロキャンディーに変わる、そんな粒でございました。ではまた次回。